い、よろしくお願いします。命に戻ります。というわけで皆さん、スライスサーブとかね、たまに調子悪くなることあると思いますよ。なんか横行かへんなとか、滑らへんなみたいなね、曲がらへん、滑らへんみたいになることあると思うんですね。特に男子は、縦回転系のサーブも打ちますから。はい、今日は草戸優勝企画で最近まあ見事優勝して、さらにレベルアップを目指してる、ゆうくん、社会人のゆうくんと、スライスサーブの練習をしてきました。結構最後ね、しっかりと曲がって滑るようになってますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこういう感じで、元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチをやった私が、全国トップレベルのジュニアから、老若男女の一般のテニスプレイヤーの方まで、たくさん指導させていただいた経験を生かして、あ、これだったらちょっと明日も試してみたいな、スライスサーブ打ってみたいな、みたいな、はい、ふうに思ってもらえるように、情報発信していきますので、気に入っていただいた方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。グッドボタンもお願いします。では、スライスサーブいってみましょう。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。お願いします。今日どんな感じでいきますか？そうですね。サーブがやっぱもう自分としても武器なんですけど、うん、はいはいはい、で、スピンサーブが中心なので、うん、だからスライスサーブが最近、こう、曲がらなくなってきた、うん。全然叩き込まれることが試合でも多くなってきて、試合で全然スライスサーブが使えない状態なので、なるほど。キレのある。あるあるですね。スライスとスピンはやっぱ両立させるって、まあまあ難しいですよね。はい、どっちかの調子が良くなってくると、うん、やっぱどっちかの調子が悪くなってくるっていうのがあれなんで、うん、じゃあ、ちょっと曲がって低く滑るみたいなところまで一回ちょっと強引に持っていきましょうか。そうですね。で、またスピンは慣れてるんで戻せると思うんで、はい、そういう感じでちょっと、ね、はい、練習していきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ゆうくんの現状なんですけど、まあ、こういう感じでちょっとね、縦回転がかかってしまうというか、横に曲がる、また低く滑っていくっていうよりは、普通の、なんかナチュラルの、ちょっと縦回転がかかった強めのスライスサーブみたいな。相手からすると、ちょうど内頃のところに行ってしまうなというような感じでなっていると。これを改善したいということなので、頑張って練習をしていきます。スライスで、滑らしたい。で、ゆうくんぐらいある程度こう試合とか出る人になると、はい、自然と縦回転っていう感覚がやっぱ身についてるんですよ。その縦回転もラケットワークでかけるだけじゃなくて、やっぱり自分が伸び上がるだけでも回転ってかかってくるじゃないですか、はい、自然と縦回転のイメージがあるので、じゃあスライスってどうなんですかって、そもそもやるとスライスっていうのはこれなんです、はい、横向きで面を上にかけるから低く滑るわけじゃないですか、はいはいはい、滑るわけじゃないですか、うん、でそれがだんだんこの上で打つことによって縦のこういうワークが多くなってきてるんです、はい、ですからちょっと今からコートの横側からでいいんで、ここからでいいんで、ラケットを横にね、もう時計の2時ぐらいの位置でいいと思います。2時ぐらいの位置でいいんで、滑りましたよね今の。でもあれ、あれでいいんじゃないですか、あれが、あれが元なんですよ、はい、あの要素を増やしていくのが大事なんですね。で、皆さんだんだんここが得意になってくると、あれを忘れてしまうんで、2時ぐらいで低く切って、本当にこうボールの下にラケットを抜いてスライスっていう感覚をちょっと戻しましょう。どうぞ。もっともっとオーバーに、もう2時ぐらいでいいですよ、時計の2時、2時ぐらい。まだ全然高いですね、はい、イメージとしてはもう難しければ面こうやって上向けといたらいいと思います。今この返しを使おうとするので、結構ここでこうやるのが難しく感じてるんですけども、上向けといてこうでもいいと思います。でもネットにこういう感じでかけるイメージでいいんで、はい、その手首がこうでしょ、はい、若干ですよ、若干こっちに緩まないとスライスってかからないですよ。これがほんの少し、ここでほんの少しその感覚が欲しいんで、今何の練習をしてるかというと、この角度を、そうですね、こっちに開いてる練習やと思ってください。来ましたね。来ましたね。わかりました。なるほどなるほど。なるほどですよね。なるほど。そうです。そこが上級者の人はこっちにキュッて入ったままやっぱ戻らないですよね。もう感覚が強すぎて、はい、そこをちょっと今緩めてあげてます。もっとボールの下に入れて、打点を下げてあげるといいと思いますね。下げ、はい。はい。ほら、下に入ってきますよね。あー、入ってきますよね。で、今ここが結構伸びてきたわけですね、はい、今の感覚を使って、ここで伸ばしすぎたらダメですけど、はい、で、気持ちいいボールのいつも右上を打ってたのをちょっと右下に当てるようなイメージでも打ってみましょう。ちょっと、はい、はい、で、当然球浮いてしまうかもしれないですけど、それによって少しバウンドが低くなっていくっていう感覚をちょっと思い出しながら、そうですね、もうちょっとシングルの位置からでもいいですよ、はい、うん、
そうですね。でシングルスの位置にこう来れば来るほどネットを通す位置がちょっと高くなって、まあ、センター狙ったら別ですけど、はい、ワイド狙ったらちょっと高くなってきて難しくなっていくんで、ネットの低い位置を通してしかも手首を右に倒して打ちたければ調子が悪くなってくるとこの辺からね、あもう前からでもいいですよ、この辺からでもいいんでちょっと回転をかける練習をしてみましょうか。あ練習、はい、手首を右側に開いてあげることがポイントです。そうですそうです、トスもっと右で大丈夫です。あそうですそうですそうです、今のナイスサーブじゃないですか。そうですね、確かにあれぐらい打ちたい。気持ちいいボールの右下に当てるつもりちょっと試してみてください。右下、はい、あもっと下、そうですね、右下に当てようと思ったらちょっとだけトス右に上げてあげると、はい、ナイスサーブですね。だからそこまでがちょっとコースがバレバレかなって思うんだったら、あとは練習で調整しながら、はいはい、トスを頭の上気味に上げても右下に当てるようなラケットワークって作れると思うんですよ、手首をうまく柔らかく使えば、はい、うん、いいとこ入っていってますよ、でも、うん、いいとこ入っていってますよ、でも来てる来てる、あ当たりすぎた、右下ですね、手首がやっぱり固まってきだす、ナイスアップ、ナイスアップ、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか。そうですね、あっという間に、うん、あこんな感覚、あこれ久しぶり久しぶりっていう感覚になりました、うん、結構あれは、はい、あるあるで、僕も自分自身も良くなるし、うん、それで悩まれてる方多いんで、大体ねあれで一発で良くなるというか、もともとあるわけじゃないですか、自分のいい感触が、だからそこに戻してあげるといいだけなんですけど、なかなかやっぱりテニスのあのサーブを打つ角度ってすごい狭いんですよ。で多分十何度なんですね、端から端までセンターとワイドが、はい急ですけどちょっと補足を入れたいと思います。この辺からサーブを打って、今言ってたのはじゃあここからセンター狙いますよと、はい、でここからまあワイドこれぐらいにしておきましょうかね、狙いましょうかっていう時のここの角度です、この狭い角度ですね、ここが意外と狭いですよっていうのを今は説明をしていました。ストロークだと例えばここからねストレート、それからまこのサービスボックスのコーナーまで行くと、まあ結構広い角度の調整普段打ち分けをしているので、ある程度手首の角度も広がりやすいんですけど、サーブっていうのは意外とこんな狭い範囲でこう面の調整をしていますから、やっぱりこう感覚が固まってくるというかですね、よりこう開いていくのが難しくなるので、その辺を改善していこうというイメージです。では話の続きをどうぞ。テニスのあのサーブを打つ角度ってすごい狭いんですよ。で多分十何度なんですね、端から端までセンターとワイドが、もともとその角度調整っていうのはここではすごくしにくいものをやってる、なので一回固まってしまうとそれを広げることって難しいんですね。はい、はい、そうああいう感じで、一回その手首の凝り固まったところを、はい、こっちに今日は伸ばしてあげただけなんですね。そうですね、でこっちに伸ばすって5ハットなんですよ、どちらかというと、こう伸びちゃってクックとかね、はい、こっちにキュッてなるわけじゃないですか、うんうん、伸ばすっていうのは良くないんだけど、あれで一回ストレッチしてあげることによってスライスサーブが今までの感触でいける適度な位置までまたこうストレッチされたみたいな、うんうん、まあ種明かしするとそれだけのことなんですけど、はい、なのでやっぱりたまに今日みたいな感じを練習前に入れるっていうのはすごい大事なことだと思いますね、はい、滑るボールを打ちたいんですから、はい、フォアハンドルじゃあ滑るスライス打ってって言ったら打てると思うんですね、はいはい、うんうん、そっからそれを上げてあげるっていう感覚にすると、はい、うん、あれぐらいこう楽に手首っていうのは伸びてきます。はい、でやっぱりじゃあ例えば野球のピッチャーとかだと、うん、座って投げる、はい、うん、でキャッチャー立って投げる、でまあもっとそれが距離を広くする、うん、で最後遠投するとか、はい、でもいろんなスローをやってるわけじゃないですか、うん、でテニスって意外とこの立て替えてのこのサーブに関してはいつも同じ場所から同じところしか狙わないので、はい、うん、そういう練習ばっかりじゃないですか、うん、わざとめっちゃアウトしようとか、うん、そういうのなかなかしないので、今日みたいな調整法は一つ覚えておくと、はい、すごく体がすぐ変わってくれるので、はい、おすすめですので、ありがとうございます、はい、また頑張りましょう、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
street alone.